ボッシュとは水彩画やカラーインク画、アクリル画など水を溶媒とする絵で使われる技法。薄く溶いた絵の具を刷毛や大きめの筆で一定方向に線を引くように紙を塗りつぶしていく技法である。特に水彩画ではかなりの頻度で利用され、やり方は口述から一見簡単そうであるが重要な地位を占める。なぜならばボッシュに 様々な水彩画技法を使用することによって水彩画における表現方法が多種対応となるからである。そのため、極めるにはウォッシュ自体かなりの練習をしなければならないとされる。また綺麗な水彩画はウォッシュによることが多い。ウォッシュの例。ほに、注目1793年10月20日の回戦。ジョン・クリスティアン・シェトキー作以下は水彩画によるものである。 雲の表現や夕焼けなどで多用されることが多い。慣れれば、濃霧や吹雪、海の湿気、森など応用が効く。絵の具を、固めの筆で薄く溶く。この時溶け残りがないようにしっかり混ぜる。柔らかめの波形や大きめの筆にしっかり染み込ませる。紙に線を引くように一定方向に塗っていく。ぼかし等を入れる場合、複数の色でウォッシュをかけ、乾かないうちに画用紙などを傾けて、 自然に混色する。他にも乾いてから水を塗り溶かして混ぜる。水で湿らせた布やティッシュを被せて、自然に溶かし出すなどやり方は様々である。重ね塗りに移る場合にへ、また色の場合一へ戻る。この時ただ単に特定の色を特定の濃度に薄めた、もの一つではなく、滲みやぼかしを表現するために、複数の濃さの絵の具を利用することもできる。 その他にも二色ウォッシュやマタイロウォッシュではさらに濃淡を変えた絵の具を利用することもある。近年では水彩画の場合、一番下のウォッシュにアクリル絵の具を利用し溶け出さないようにする人もいる。その他の応用は水彩の項目を参照のこと。ありがとうございます。